どうもこんばんは。月曜日の毎週月曜日夜10時からお送りしているレベルス TV。 今回は僕日向がレベルス TV の MC をやらせていただきます。それと同時にレベルス TV ということで、レベルス TV みたいな、なんかシュートボクシングだったらこういうマーク、レベルス TV だったらさっき皆さんで考えたんですけど、レベルスのレとかちょっと今いろいろ考えてるんですけど、ぜひいい案があったらレベルスのツイッターもしくは山口代表もしくは僕の方にぜひご意見ご感想を送ってください。では最初のコーナーから行ってまいりましょう。まあ、なんか一人でやるとすごい寂しいですね。いきなりちょっと僕の持ち込み企画なんですけど、第1回ということで、僕すごい漫画が大好きですということで、僕のおすすめ漫画を2冊今回は紹介しようかなと思ってます。では最初、僕がすごいお世話になってる嘘食いからいきます。この嘘食いっていうのは週刊ヤングジャンプで連載していて、ただいま30巻以上を超える長期連載です。そこで僕大好きな嘘食いの先生にサインをいただいて、このサインちょっとレアなんですよ。第一巻にしてもらうからこそ意味があるみたいな、わかんないですかね。すごいいいサインなんで、ぜひ。内容としてはギャンブルです。でもギャンブルでもなんていうんですかねギャンブルでも等しい暴力が対等ではないと等しくギャンブルは勝負できないという、ただギャンブルが強いだけじゃなく等しい暴力がないといけないっていう、暴力もギャンブルも兼ね備えてないと同じ勝負ができないという、すごい深い頭も考えるギャンブル漫画となってます。そしてもう一つ、キックボクシング界にとってはすごい嬉しい事件です。キックボクシングの漫画が連載されました。週刊ヤングジャンプでこちらも連載してるモングレル、これはすごくリアルにキックボクシングのことが書いてあります。ジャブの打ち方からストレートの打ち方、そしていろんなアマチュアからプロに駆け上がっていくまでのストーリーで、今アマチュアの試合をやってる最中ですかね。すごいおすすめです。これにも第1巻にここにサインと名前入りで書いてもらいました。ちょっとこういう感じが僕は大好きなんですけど、ぜひ皆さんもモングレル、キックボクシングやってる方はぜひ共感できる部分がすごい多いと思うんで、ぜひ立ち読みではなく本屋さんに行って買ってください。よろしくお願いします。ではここで今日のゲストを呼びたいと思います。レベルスムエタイウェルター級チャンピオン板倉選手です。どうぞ。どうぞどうぞ。堀ごたすになってる、ね、堀ごたすですね。元気ですか？元気が一番。元気があればレベルステレビにも出れる。スクランブル渋谷ジム所属、レベルスムエタイウェルター級チャンピオン板倉直人です。今日はよろしくお願いいたします。よし、ちょっといきなりなんですけども、はい、板倉さんが猪木になったのはいつぐらいからなんですかね。猪木になったのは試合で出し始めたのはそうですね、プロ8戦目、7戦目ぐらいからですかね。それまではこうなかなか試合が終わっても、マイクを持たしてもらえないじゃないですか。なるほどなるほどなるほど。3回戦若手時代っていうのは、だこうやっとこうマイクを持てるようになってこう初めてこう。じゃあその辺から入場の時も赤いタオルで。そうですね、赤いタオルで、その辺から始まりましたね。はい、板倉選手といえば猪木です。そして猪木といえば元気ですか。なんかちょっと寂しい感じになってますね。今日は非常にお客さんがちょっと寂しい感じでございます。ちょっと次回も来週も再来週もやるみたいなので、ぜひ毎週月曜日、言ってなかった、協賛させてもらってるバーサーパスで毎週月曜日やっています。
ぜひサーパスまでご覧になってください。ご覧になってください。500円のドリンク代で閲覧可能でなっています。平田さん、ちょっとあれですよね、あのいつも試合後のマイクパフォーマンスもいつもなんかカミカミで滑舌悪くて、ちょっと今日司会大丈夫ですかね、ちょっと不安な感じなんですけど。いや、あのちょっとあの正直言って、なんか司会する前までは、こんな余裕だよみたいな思ってたんですけど、いざ最初から始まると結構大変だなと。あの呼ばれてから入る方がすごい楽だなっていう。あ、なるほどね。まあなんていうんですかね、あとまあそういう感じですあんまり向いてないのかなって今ちょっと焦っちゃって。いや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 、じゃあ、 あの板倉さんといえば、あの、はい、この間のタイトルマッチ、はい、大変激闘でした。 ありがとうございます。トーナメントで勝ち上がっていて、はい、まずその試合からちょっと振り返ってもらいたいなと思うんですけど、はい、準決勝から、はい、ちょっと軽く振り返ってもらってもいいでしょうか。そうですね、まあ、準決勝はあのワンズゴールの伊藤選手ですね。伊藤選手もすごい強い選手で、本当プラチナホープって呼ばれてて、あの、まあ、戦績こそ浅いですがすごい勢いになって、結構実力者も倒している、すごい勢いのあるいい選手だったんですけども、まあ、やはり激闘でしたね。そして必殺技が出たんですよね、必殺技板倉さんの。僕のあれ無茶振りだったか。あれなんか僕の気のせいですか。あの元気ですかパンチみたいな。あ、いっぱいもうですよね。分かる人には分かる、分かる人には分かります、うん、僕はちょっと分かってたんですけど、うん、元気ですかパンチでやっぱ相手の力をまあ9引き出して、まあ、僕がそれを上回る10の力で勝つという風車の理論で、うん、勝利を収めましたね。はい、確かに、うん、すごくいい試合でした。そうですね、まあそれはあの時の興行の中でベストバウトと僕は本当に思いました。 ありがとうございます。そして僕もインド選手とこの間、はい、あのオランダじゃないアメリカで試合する前にちょっとスパーリングやらせていただいて、はいはい、でインド選手すごいいい選手だなと思って、まあでもそれに勝つ板倉さんはやっぱりまだまだね、まあ、年齢的にはまあ選手としては34歳ということで、うん、上って言われるんですけど、全然ね若い者にはねまだまだ ね負けてらんないっていうか、もう自分自身若いと思ってますから、別に34歳ってなんかあんま自覚がないですね、うん、本当20歳ぐらいの体力とか、ね、なんか気持ちを持ってるんで、一緒によくあの火曜日と金曜日あの板倉さんとダッシュを毎日してるんですけど、その時の板倉さんがあのなんていうんですか、もう僕らと同年代のような楽しい気持ちでいつも走り出すとすごくきつくなると、板倉さんがチョコをくれみたいな、甘いものをくれって言うんですよ。低血糖に陥っちゃってそんな楽しいダッシュも毎週やってますよね、僕たちはね。やってますね、はい、もうそこがねそういう地味なね練習がね、はい、まあ、でも楽しんで、ね、楽しい、ね、練習は楽しいと、まあすごくシュールな笑いを誘ってる今回の放送ですあのじゃあちょっと準決勝の話はその辺にして、決勝戦のお話と、はいはい、あのチャンピオンになって、今の気持ちをちょっと話してもらってもいいですかね。そうですね、まあ、決勝戦、まあ堤選手、まあ、これベテランの選手で、まあ、一筋縄にはいかないだろうと思っていたら、やっぱ案の定まあ、大激戦、接戦になってね、勝つことができました、うん、やっぱすごい気持ちの強い、ね、いい選手で、はい、まあ、激闘でしたね本当に、うん、そこで板倉さんは板倉さんとか言ってた、板倉さんはちょっと怪我を、まあまあまあ格闘技やってれば怪我つきもんですからね、うん、まあちょっと怪我はしちゃいましたけど、まあ、うん、最後まで闘魂がねあったんで、
そうですよね、そこで乗り越えることでした。もし僕、うん、闘魂がちょっとやっぱなかったら、うんうん、そこは諦めてたかなとは、うん、思いますね、はい、僕はあの試合で決勝戦終わった後に板倉さん の, あのマン、あ、なんていうんですか、マイクパフォーマンス、マンって言ってます。いやいやいや、マイクパフォーマンス、はい、はい、マイクパフォーマンス、素直にちょっと感動したというか、すごくこう気持ちがなんかこうグッときた、はい、あの、まあ僕からちょっと軽く、なんか僕が聞いた印象ではなんかもう本当に一番遠回りな道が一番近道だったみたいな、それが今自分の中でのなんていうんですか、キック人生の中での近道、今のこのルートが近道だったみたいな、うん、っていう、なんか僕はうまく今説明できなかったですけど、はいはい、なんかそういう言葉を聞いて、なんかやっぱいろんな人がキックボクシングってすごい人生かけてやってると思うんですよ。今たくさんタイトルあるんですけど、そのタイトル1個取るのもやっぱりたくさん本当に大変なわけで、なんかそれのなんていうんですか、たくさん4人の選手が争ったタイトルっていう意味で、なんかすごい本当になんかなるべくしてなったのかなっていうような言葉だったなと思って。うん、そうですね、まあその遠回りじゃないっていうのも、まあ無駄なことはないですよね。まあ勝った試合も負けた試合も、まあ無駄だと思ったことは一つもないですし、全部必要なことだったと、ね、まあ、それが集約してああいう形の表現だったと思います。なんかすごく感動したなっていう印象ですね。 ありがとうございます。板倉さんは今34歳と聞かれたんですけど、34歳ですね。格闘技を始めた年っていうのは何歳なんですかね。これがね、まあ遅いですよ。まあ普通に趣味で始めたのが20歳ぐらい、うん、それまでまあ野球と陸上をやってて、うん、野球と陸上、うん、で、まあ、趣味でやりながらこう一回、まあ、就職して、まあ、サラリーマンをやって、うん、で24歳でちょっとやっぱキック一本でやりてえなってことで会社を辞めて、プロデビューということなんで、24歳のプロデビュー結構遅咲きなんですけどね。でもやっぱりその一回一度就職した会社を蹴ってまでキック一本に行くっていうことは、うん、すごく覚悟がいったと思うんですよ、うん、でやっぱキックボクシング、まあ、モングレルとかにもいろいろ書いてると思うんですけど、今は本当に食える職業じゃないと思うんですよ。やっぱり本当にすごいもらえる職業でもないし、プロでもやっぱり本当に好きじゃないとできないスポーツだと僕は思ってます。やっぱマイナースポーツだと僕は思うんで、ちょっとでもなんか僕らの力でキックボクシングを目指してくれてる若手たちがキックトップになったらこんだけいい思いできるんだっていうのをちょっと僕らでやっていきたいなって僕は勝手に思ってるんですけど、うん、まあ若手にとってこうね、いい見本にね、そうですね、なっていけるようにね、はい、うん、板倉さんみたいになりたいなみたいな、日向さんみたいになりたいなっていう人たちが一人でも増えてくれたらすごいいいなっていう、うん、いいですね、うん、こうねパフォーマンスをねこうどんどんしてくれる選手っていうのを出てきてほしいなって言って、なるほど、うん、ところでところでユーストの方に、ね、質問も受け付けているんで、ぜひ質問があったらレベルスチャンネルの方にどんどん書き込んでください。ちょっと今日は僕忙しかったんで、ちょっとなんか疲れちゃってますね。じゃあちょっと僕のツイッターの方に質問がちょこちょこと来ていました。なのでちょっと質問をちょっと僕から板倉さんにしてみようかなと思います。はいはいはい、じゃあ板倉さんが今一番注目している若手選手は、団体問いません。これ真面目に答えていった方がいいですか、ちょっと笑い、いやもう笑いもあってもいいしなくてもいいし、はい、笑いも一個は真面目も一個ぐらいでもいいです、はい、いいと思います。うん、そうです、注目している若手選手、はい、まあ正直僕はまあ他の若手選手は興味ないったらおかしいですけど、うん、やっぱ一緒にジムで練習している若手選手っていうのはやっぱこう強くなってもらいたいって愛を注いでこう、うん、こう指導もしてるんで、うん、やっぱうちのスクランブル渋谷ジムの今プロを目指してる、そしてプロデビューしたか若手選手っていうのがみんなやっぱ僕の中で注目してますよね。はい、じゃあお名前を挙げてもらってもいいでしょうか。そうですね、まあ、最近プロになったばっかりで言えばザワさんとか、おー、はい、ザワさん
野さんはこう、まあ、ポテンシャルはすごいです、はい、それがいつ開花するか。なるほど、はい、ええ、そうですね。ザワさんといえば僕ロイヤルホスト、ええ、そうですね、ロイヤルホストのイメージがバイトしてますね。そうですよね、ええ、料理作ってます、ね、料理も得意ですよね。あ、料理といえばみたいな、うん、板倉さん料理作られますか。料理僕はしますよ。もうさすが、はい、得意な料理は、得意な料理は、はい、燃える闘魂オムライス。おお、これは見てみたい。では、あの、第、あ、違う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 、もっと引っ張るかと思った。違う違う、これ引っ張りますよ、引っ張りますよ。こっから多分、あと3回ぐらい後に、多分、板倉さんの燃える闘魂クッキング。クッキング。レベルスクッキング。ああ、なるほど。ちょっといいんじゃないかな、うん、って僕は思うんですけど、どうですか。あ、いいですね。それもじゃあ別番組でシリーズ化していきしたら、ね。あ、そうですね。ね、ちょっとシリーズ化はちょっとどうなのかわかんないですけど、なんかあの、はい、板倉さん対、はい、あのもう一人料理が得意な人のちょっとクッキング対決みたいな、料理の鉄人みたいな、うん、そういう番組もできたらちょっといいんじゃないかなと。いいですね、ここバーサーパスで。ああ、いいですね、はい、どっちの料理がより闘魂が入ってるか。そう、どっちの料理があの料理あの美味しいか、美味しいか、美味しいか、あのお客さん来てるんで、なるほど、あの食べてもらって判断してもらって、はい、すごくいい、ちょっと確実に僕ちょっと見たいなと思いました、まあ、その番組ね、企画倒れになんないように頑張ってみましょう。間違いないですね、本当に。2人だけで盛り上がってる、ね、ちょっとなんかちょっと恥ずかしくなってきちゃいました。じゃあもうちょっと恥ずかしい話してもいいですか。はい、はい、なんかあのすっごい誰から来たか分かんないですけど、はい、ちょっと板倉さんのファーストキスはいいかって、それをここで聞く、ここで聞こうかなと、今この料理っていうタイミングだったんで。なんでなんか変えちゃうやつや、料理のお質問とつながってない、ファーストキスの質問が唯一キックボクシングに関係ない練習が2つあった。練習が2つあった、あ、じゃあキックボクシングに関係ない質問が2つあったんで、はいはいはい、ちょっとそういうことにしようかなと。キスは多分今視聴者の人は求めてない、求めてないんですかなと思って、だろう、バカ野郎。まあ次の質問ね、あ、質問、次の質問、ちなみに僕は中3でした。お、中3でした。僕ら早いね、僕ら早い、うん、僕ら早い。それだけはね、あとはご想像にお任せします。そうですね、はい、じゃあ僕のことを大好きな多分八巻選手から質問が来てるんですけど、ちょっとこれなんかちょっと僕は自分であんまり言いたくないんですけど、日向さんは爽やかそうに見えて実際は腹黒いと思うのですが、板倉さんはどう思いますか。うん、腹黒いですね。いやいやいや、はい、そんな、もう見たまんまじゃないですか僕は、もう腹の中はもう真っ黒でね。いやいやいや、もうでもなんかもう気になってるのが、まあ腹黒いもそうなんですけど、日向がイケてるかイケてないかっていう、なるほど、なるほど、まあ、前回のレベルステレビでもちょっとまあここはちょっとね話題になってたって。どうなんですか、自分自身としてイケてるグループイケてないグループどっちに入ってると思うんですか。あの僕イケてないとは思ってないんですよ、でも自分でイケてるとは言いづらいですよね。もう言いづらいだけであってイケてるって思って、いや思ってるっていうか、うん、まあなんていうんですか、雰囲気から醸し出されてるんじゃないかな。イケてる雰囲気を出してると、ちょっとそうですね、なるほど、うん、いや僕から見ればもうなんか板倉さんはもう大先輩なんで、年齢もそうですし、まあキャリアも長くやってるっていう意味で、そんな板倉さんにちょっとイケてるかって言われたら、そんな僕イケてますなんか言えないです。おお、なるほど、まあ、まあ日向さんのイケてるという定義は、そうですね、僕のイケてる定義はどうですかね、すっごい難しい、ね、僕基本的にでもこれ言っちゃうとあれなんですけど、加藤隆二選手みたいにチャラいのがイケてるとは思わないんですよ、なんか僕の中でのイケてるっていうのはなんかもうちょっとなんていうんですか、男らしかったりとか、ちょっとただ身がかっこいいとかじゃない感じかなっていう。なるほど、まあ板倉さんのようにちょっと、お、ありがとうございます、イケてる男に、ま、男を磨いて、
まあいけてるかいけてないかって言って、僕はまあどっちにも分類されないですからね。僕はそういう方にはハマんないです。僕は燃えてるという。燃えてる。はい、なる新しい。ええ、新しいですね。どっちにも属さない。燃えてるというグループに入ってますんで。燃えてるか。じゃあ次の質問で。次の質問いきましょうか。なんかいいな、なんか。じゃあ板倉さんに質問です。好きな練習と嫌いな練習を教えてください。うん、まあ、基本練習は好きですよ。やっぱ楽しんでやってますし、ね、まあ、楽しんでるからって楽なわけじゃないですけど、まあ、きつい練習ほど好きですね。ね、もう本当ですか？本当に、本当ですか？本当に。僕それちょっと違うと思うんですよね。板倉さん今嘘ついたと思うんですよ。あの僕よく火曜日に板倉さんの朝ダッシュしてるんですけど、いつもダッシュのメニューは結構きついんですよ。よく板倉さんがもうこのままランニングして帰っちゃおうかとかよく言うんですよね。でもそれを僕がいや板倉さんせっかくだからやりましょうよみたいね。まあ人間みんな弱い部分ありますけどね。なんかちょっと今日今そんな板倉さんが嘘ついてほしくなかったなっていう、うん、まあ、ちょっと強がってみたいな。じゃあ、まあね、本当に好きな練習と嫌いな練習を。本当に好きな練習、まあ、嫌いって言ったらあれですけど、きついのは、うん、やっぱまあ、スクランブル渋谷ではこう練習の最後10分20分間ぐらいですかねは打ち込みっていうのをやるんですよね、うん、それはまあ日によっていろいろねメニューが違うんですけどね、その中でまあ最後に立前っていうのをやるんですけども、うん、まあ、空気椅子ですよね。かかとをちょっと上げてね、ももを、ね、床と水平にして、ね、膝と背中90度ですね。これピンこれ6分間ね。ちょっと僕今すっごいいいこと思いついちゃったんですけど、はい、ここでやってもらってもいいでしょうか。やりますか。ちょっとここで見えますかね。ここセンターに来た方がいいんではないか。まあ横から見た方がいいですかね。まあ足はね大体肩幅ぐらいですね。肩幅はちょっと広いぐらいかね。それはですね、ここをねももをね床と水平まで、で膝はこう、ね、直角でちょっとかかとを上げつつ体はまっすぐですよ ね、 ですね。これをキープですね。6分間。6分、はい、これが渋谷の練習です。これはまあ何もないとこでこれやれ6分やればこうまあそれきついですけど、まあ練習をねまあ3時間、ね、4時間終わった後に最後の締めでねやるんで、もう体ボロボロの状態でやるんで、もうこの時はたまんないですね。もうこれは辛い練習だなと、はい、そんな練習も好きだと。大好きですね。はい、なるほどなるほど。そんな練習が俺を強くする。僕的には結構好きな練習っていうのは試合が決まる前の練習、試合が終わった後にジムに軽く練習しに行くとき、なんかそういうときって頭もすごいクリアになってて素直にいろいろ練習を楽しめるっていうか、マスをやったり軽くミットやったりとかしても疲れるほどやらないんで、なんかすごい技を自分で考えたりとか、本当にゲームのようにマスをやったりするっていうのはすごい僕の中で、あ、キックボクシング楽しいなみたいな、すごい思うんですよ。まあ、試合が決まっちゃうとやっぱ試合の練習になっちゃって、こうやっぱのめ、ね、対戦相手のこと、試合のことっていうのがこう集中しちゃうから、うん、他のことをねなかなか考えないでこう、うん、でもまあ試合がないとこう柔軟にいろんなことを考えながら練習できるから、そういう時ってやっぱ、うん、すごく楽しいですよね、うん、だから僕思うんですよ、キックボクシングってすごく最高に楽しい時間、なんていうんですか、暇つぶし、よく皆さんお金使って遊びに行くじゃないですか。キックボクシングのジム、特にクロスポイントは僕言えるんですけど、月曜日でも日曜日でも祝日でも毎日空いてるんですよ。それで月に1万いくらを払えばもう好きな時間に行って自分のストレスを発散できるんで、本当にお金もかからないですし最高に楽しいと思うんですよね。だからぜひクロスポイントスクランブル渋谷に、うん、ぜひ無料体験お待ちしております。一回ね、何はともあれね、迷わず来いよ、来ればわかるさ。ありがとう。終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃう。まだ閉めちゃう。終わっちゃう終わっちゃう。まだ閉めちゃうますね。はい、じゃあ、お、
はい、アマチュア王者から質問が来ています、はい、どうしたら燃えることができますか。どうしたら燃えることができるか、知るかバカ野郎いい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 、すげえいい答え、てめえで考えろ、一刀両断ですね、いい答え、まあ、それは自分で見つけてくださいね。10通りの10人いればね、10通りのやり方があります、うん、これっていうね、簡単なやり方はないです。とにかく自分で死ぬもの狂いで練習をして、その中でこう燃え方っていうのがね見つけれると思うんで、そこはぜひ自分の手で探してください、うん、なんかすごい締めましたねでは次の質問いきましょうか、はいはい、どうぞ。なるほど、じゃあ、共に切磋琢磨されている同僚後輩の選手に伝えたいこと、うん、っていうのはありますか。伝えたいこと、そうですね、まあ真面目な話ですけど、まあ、常に感謝の気持ちを忘れるなってことですよね、うん、まあ、何一つこう当たり前なんてことはないですから、練習できている環境や試合できる環境っていうのは当たり前じゃないです。やっぱいろんな人たちが支えてくれる、ね、作ってくれてる、ね、環境だったり状況であるので、まあ、そのことに感謝する、まあ、練習相手がいるっていうことももちろん当たり前じゃないです。相手に感謝をする、全てに、ね、感謝をする、ね、もちろん、ね、そこまで、ね、格闘技ができるね、体で、ね、産んでくれた親にも感謝だし、ね、こうやって元気に生きていることにも、ね、うん、感謝って、やっぱいろんなことにこう感謝をして当たり前だと思わない、ね、そうするとやっぱ自然と、ね、力も湧いてくる、燃えてくる、ことができると思うんで、それを伝えたいですね、はい、そこからありがとうパンチ、ありがとうキック、そう生まれたってわけですね。そういうことです、はい、なるほど、うん、ではもう一個質問、はい、この続きといきます、はい、山口会長、増田会長、そしてレベルスへの思いっていうものなんかちょっと一言。思い、レベルスへの思い、やはり僕レベルスムエタイウェルター級の、まあ、初代王者ということで、うん、やっぱ初代っていうの役割はすごいと思うんですよね。大事、重要、もう本当その団体のイメージっていうのがまずその選手で決まると言っても過言ではないぐらいだと思ってて、もちろん強さの象徴もそうですし、まあテクニック技術もそうですし、その団体のやっぱ価値がレベルが僕ですごい評価されることだと思ってますので、そこはもう存分に強さ闘魂を発揮して結果で恩返しをしていきたいと思います、うん、はい、ハチマキがいなくてつまんないとのツイッターありますよ、どうする日向さんそれ誰が書いてきたかな、ちょっと後で教えてくださいちなみに言うんですけど、多分ハチマキがいなくて僕がつまんないんじゃなくて、今日はちょっとあんまり調子が良くないともうあと2回ぐらいチャンスが欲しいですね。やっぱりあと1回2回ぐらいチャンスがあったら、ちょっとこの司会 MC っていうのもなれると思うんで、あと八巻選手前回なんか面白かったみたいなこと言われてると思うんですよ。でもそれはちょっと僕がいたから面白かったと僕も思うんですよね。なんかだからこそ、なんか太陽があるからこそ月は輝くみたいな最後名言が出たんですけど、それはちょっとね、僕が来て助け船をこうスッと出したからだなと思ってますじゃあちょっと僕から板倉さんに、はいはいはい、質問です、はい、レベルスメーター初代ウェルター級王者になって、王者になって王だ今、はい、一番戦いたい相手、戦いたい相手、相手、そうですね、やっぱ名前のある、実力のある、結果の出てる、分かりやすい、こう実力がこう、測れる、測れる相手っていうんですかね、まあ、正直その例えばチャンピオン、
タイ人、元チャンピオン、めちゃめちゃ強いけど、こういまいちこう、あんまりこう、タイ人とやりたい感じですか？いや、タイ人じゃなくて、例えばこうタイ人だとこう、すんごい強いんだけど、一般の人にはなかなか伝わらない、そうですね、ええ、僕のあるじゃないですか、的にはやっぱ、あのウェルター級ってこうすごい王者が乱立しているんで、ちょっと一人ずつやってもらいたいなっていう気持ちがすごいあるんですよ、でその中で結構何人か有名なチャンピオンがいますけど、誰と、具体的に誰と戦いたいとか言ってもらっても大丈夫ですかね、まあ、軽い宣戦布告になっちゃうと思う、もうだからちゃんと団体でベルトを持ってるチャンピオンですよね、大きな団体、ね、ベルトを持ってる、だからその具体的な名前は具体的に言うと、まあ、新日本で言えば緑川選手、ね、面白い面白い面白い、 WPMF で言えば田中秀也選手、ね、J ネットワークで言えば大竹選手ですね、WBC で言えば今度は拓也とやりますけど、大和優也選手ですね、それはもうまあ誰もが知っているこう実力者だと思うので、そこでやっぱ僕実力っていうのもそこでもちろん見せれると思うんで、そうやってこう強さが伝わる、あの選手に勝った板倉選手すげえなってこう分かるような選手とやりたいですね、はい、僕もすごい見たいですね、別にレベルスでも見たいし、板倉さんがその他団体の王者に他団体に乗り込んでいっても見たいんで、なんかぜひこうなんかこういう機会があるとあの対戦表明しやすいと思うんですよ、そうですね、ぜひなんかこう言ってもらいたいなと、はい、ただいま30分ハーフでございます、はい、残り30分、早いですね、意外と意外と早い、秀丸選手の登場が遅いので、はい、遅い、これはちょっと試合の見どころ、はい、そろそろ行きますか、明日の試合の見どころ、ブローカップそしてレベルスの見どころをこちらのね大会の見どころをいこうかなと思います、では最初に明日新宿フェイスでアマチュア大会は11時30分開場、12時開始でございます。レベルス24プロの興行の方は夕方5時開始予定です。メインイベントは小宮選手対番長京選手、じゃあそこからいきましょうか、はい、そうですね、これか、これ、これです、小宮選手対番長京二選手、これメインイベント、メインイベントです、まあ、あの小宮選手スクランブル渋谷所属ということで、まあ、毎日ね私一緒に練習している、仲間ありますが、もうね本当小宮選手はね殺気がすごいですね、もう気合も入ってますし、まあ、ちょっとまあいろいろ小宮選手もね積もり積もったものがあります、溜まってます、でそれをもう爆発寸前です、もう番長選手にぶつけるんじゃないかと、それをすべてで、まあ正直戦績とかね、まあ肩書きから言っても小宮選手の方がね、上で格上ですよね、格上です、まあ格下っていうことになるんですけど番長選手が、でも小宮選手ね全く油断してないですね、パーフェクトに仕上げてきてます、もう格下だからって抜くことはないですね、もう完璧に、追い込んで仕上げてきてますんで楽しみですね、はい、そうですね、じゃあズバリ板倉さんの予想は、予想はまあ、実力差もはっきり出ちゃうんじゃないですかね、3ラウンド2ラウンド中にKO ですか、決まるんじゃないかと、なるほど、僕もちょっと小宮さんとはあのスパーリングしたことがあって、やっぱりあのうまいなっていう部分がすごいあります、僕もあの番長京二選手の試合はもうあまり見たことがないので、あの詳しいことはわからないんですけど、まあ、普通に言ったら小宮さんが2ラウンド3ラウンド KO かなって僕も思ってます、なんか日向選手は小宮選手が苦手ということで、なんかちょっと口聞いてくんないとか、そうですね、いやそんなことはないと思うんですけど、なんか僕いろんな選手と、仲が悪い説がすごい出てる、あその説の一つということで、そうですね、仲が悪いわけじゃないと僕は思ってます、ただ仲が悪い説が出てると、いろんなね、でそれでやっぱあの、なんていうんですか、最近仲がいいのは、まあ、板倉さんとかはもちろん、まあ、昔から仲いいですけど、まあ、鉢巻選手、他のジムであれば、
あと最近シュートボクシングに出てるあの篠原くん、篠原選手っていうのと、まあ、ちょっと仲いいくらいですかね、うん、それ以外の選手が僕あんま仲良くなくて、もう交流がないと、交流がないんですよ、一緒に遊んだりとかしたことなくて、じゃあちょっと次の試合ね、見てみましょう。じゃあ、はい、あの次の試合、セミ第4試合セミファイナル、はい、レベルス70キロ級森谷拓郎選手対網本典久選手、はい、これについて、はい、じゃあ板倉さんに意見を聞こうと思います、はい、あ、これ番長だ、もうこの試合も森谷拓郎スクランブル渋谷、ね、所属の選手です。今回正直ですね、本当森谷の殺気すごいです、うん、あの本当、まあ、あの町田選手じゃないけど殺しに行くんじゃないかと、ちょっと言葉悪いですけどそのぐらいの殺気があります。まあ、僕とね、まあ森谷選手、小宮選手って、まあ、体重がまあ大体こう近いですよね、上の近い選手なので、まあ、相手の、まあ、シミュレーションっていうんですかね、相手の真似をしてこういろいろ練習を、ね、うん、したりするんですけどね、僕はもう本当壊されかけてます、森谷。もうそれは闘魂でなんとかなりますか。いやもうそればっかはね、闘魂は常にね彼には伝えてますけどね。まあ、練習なんで、まあ、僕がその、ね、真似を、相手選手の真似をするんですね。そこで彼は本気で、ね、壊しに来ますから、もう練習なのに壊しに来ますからね、うん、僕もうそれで本当2日間ぐらい歩けなくなっちゃいましたから、本当に元気があれば何でもできる。ここで振るのか。ちょっとこれ言いたかったんですよね。言いたかっただけか、はい、いやでも本当に僕森谷選手に関しては、森谷選手もスパーリングやったことあるし、網本選手は試合で戦ったことがあるんで、言えるんですけど、森谷選手は70キロの中ではトップクラスにでかいです。とにかく体がすごいでかいんで、その体をもっとうまく使えたらすごく強い選手なんじゃないかなっていう、ちょっと僕がそういうこと言うのも失礼なんですけど、ちょっと弱気な部分が見えるんで、なんかもっとガンガンいったら怖い選手かなって僕は思ってるんですよ。網本選手に関しても、まあ、飛び道具がすごい多い選手、後ろ回し蹴りとか飛び蹴りとかそういう選手なんで、なんかしっかり対処していったら普通に、まあ、森谷選手がガンガンに圧倒的に押してロー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 とかパンチからローとかそういう形にいっちゃったら、森谷さんが足を利かせて勝つんじゃないかなっていうのが僕の予想です。そしてあんまりなんか真面目すぎて面白くないですかね。そんなことない、ちょっと真面目に進行してる。練習後に整骨院に行って今から帰宅、日向さんのクソ滑りトークをリアルタイムで見れないのが残念です。バイハチマキクソ滑りトーク、本当に口が悪いんですよ。あいつでも僕に会ってる時にはすっごい腰が低いんですよ、実は。知ってます？ハチマキって普段差し歯してるんですよ。普段笑うと歯がないんですよ。その時のニコって顔が僕、ちょっとハチマキちょっと可愛らしいんで、ちょっと許しちゃうみたいな。のろけですか？のろけてるわけじゃないんですけど。すいません、あまりにもつまらないんで、あげさせてもらっていいか。もうね、皆さん。次回からゲストでお願いします。ですか。ちょっとまだ僕には荷が重かったかもしれないですね。まだね、レベル数を任せられない。任せられないイタッチと日向さんには。ちょっと。ね、もうツイッター上でも非難合々ですわ。ただレベルス TV 前回と前々回があまりにも面白かった。なるほど。それだけで、まあ、本来こういう普通の情報番組なんですけどね、うん、期待値が高まっちゃって、それはあまりにもスネーク加藤とハチマキさん面白かった面白かった、うん、いいな、なんかきついけどね、ちょっと修行しないといけないですね。ちょっと、うん、トークの練習しようぜ。もっとさ、トークほら2人結構よく夏は江ノ島とか行って楽しんでるわけでしょ。まあそうです、ね、今年の夏も去年の夏もなんか、いや結構楽しんで、いや全然僕は楽しんでないですよ。ねえ、いやもうそんなのもう下ろして大丈夫だよ。あ、本当ですか、うん、もう見どころはいいでしょうか。見どころはそうですね、あと明日の場合はね、この小宮君と
森谷君と網本選手と番長選手、それ以外に勝選手とね、うん、佐藤選手、これね、本当に勝選手41歳での2年半ぶりの復活戦ですよ、ね、40歳になった時にやってるっていうイメージがあんまないでしょ、自分たちでないです、ね、そういう意味からも2年半ぶり、しかもジムを自分でやりながらの復活戦、そういう意味ではすごくね、皆さんに男の生き様を見てほしい、でこの佐藤選手、映画ジムすごくいい選手ですね、町田選手にも勝ってるし、なるほど、誰他も勝ってるんだよね、KO 勝ち、田中秀和選手ですね、今 WPMA のチャンピオンの田中選手にも KO 勝ちしてるという、結構今勢いが選手なんで、この試合はね結構面白いですよね、とりあえず僕ヒデが来るまでは場を持たせる場を持たせるよろしくお願いします、ほら夏のさ、はい、湘南を思い出してくださいよ、スクランブルとクロスポイントの若手で、みんな遊びに行って、はい、日向さん消えちゃったんでしょ、日向さん、うん、途中ですかね、なんかイタッチを置いていなくなっちゃったって、ウェンツとなんかそう後輩を置いて、ね、なんかどっか行っちゃったみたいな、うん、いやなんかちょっと記憶にございません今日トークがちょっといまいちですけど、こう、うん、あの時は結構キレキレの、ね、女の子と話す時はすごい滑舌なトークで、うん、はい、かなり、ね、いや今と変わりません盛り上げてた、ね、俺レベルスチャンピオンみたいな、いやいや僕は違うんですよ、そういう言い方は絶対しないと、しないんだ、スポーツインストラクター、そうですね、僕キックボクシングやってるって言いたくないんですよ、なんでかな、なんかちょっと荒っぽいんじゃないみたいな、思われたくないみたいな、なんかイタッチは何、どういう、やっぱ夏は猪木のパン短パンで、そうですね、うん、できるだけこう露出を出して、うん、やっぱ闘魂スタイルで行くんだ、はい、行きますね、はい、まあ格好つけてもしょうがないですから、ね、もうそれ通報されちゃうか、はい、まあギリギリ出さないように、ギリギリ出さないように、はい、闘魂はこう抑えて、はい、勝率はどうなんですか、夏の海での2人の勝率は、いやでもなんかこの夏の海の話になるとみんなが急に黙るから、いやそんなことないですよ、クロスポイント吉祥寺には、はい、勝ち負け選手にこの間言われたんですけど、はい、固有名詞は出すなと、わからない、うん、あ、そうですね、クロスポイント吉祥寺のフィジカルトレーナーの、はい、大村さんという方は海の今年前年で毎年のように海の神と言われるぐらいナンパに励んでおります、うん、まあ人のことはどうでもいいんだよね、うん、まあ、自分は僕に関しては去年に関しては、うん、僕は本当に遊んでないです、あ、そう、あ、去年ね、そうね、うん、去年は本当に遊んでない、試合も近かったですし、一緒に去年行ってないですもんね、海、去年行ってなかったっけ、一昨年じゃないですか、一昨年はすごいって言って毎日のように君たち行ってたよね、なんかいや今日どこ行ったのって言うとみんな焼けて帰ってきていやいや、それは、うん、今ちょっといない秀丸先輩がちょっと招集をかけるっていう、うん、今江ノ島に、うん、今日行こうと思うんだ、日向家近いだろ来いよってあれ言っていいのかな言っていいのかな、イタッチとかもいた、ウエンツもいたんだよね、あの時ね、いましたね、イタッチあと誰、あとまあスクランブルの若手選手たちが結構、若手の子たちって誰、あの時いたのが、まあ、サトルね、ああ、その、ああ、佐藤君ね、はい、だから今年はそういう場に鉢巻きとかを呼んであげるといいんだよ、そうですね、うん、なるほど、うん、もうちょっと弾けさせてさ、鉢巻き、はい、うん、でこういう場だと鉢巻きは強いんだけど、はい、夏の海ではじゃあ鉢巻きどんなもんだと、うん、なるほど、うん、ちょっと鉢巻きさん、ぜひ夏の海で、あ、夏の海でレベルス TV やってもいいですね、いいですね、海の家でこうやってもいいですね、はい、そして今ちょっとテキーラの香りがちょっとしてきました、してきましたね、テキーラの香りがだいぶテキーラの匂い、ヒデが来ないからね、ドキドキしたかもしれないマスターちょっとケーキ漬けに一杯入れてあげてください、おー、これ生放送でやっちゃいますか、生放送で、それちょっと俺喋れるようになっちゃうかもしれないです、おでね、今机の上に並んでますけれども、このレベルスのキャップ結構評判が良かったんで作りました、で明日の新宿フェイスの会場で売り出しますんで、ぜひ皆さんかぶってみてください、代表お値段は、お値段は4000円、4000円、わーっとー、決
入れ回る。なんか4000円です。だいぶぜひ。かっこいいです。グダグダな感じっていう。レベルスキャップ。じゃあ、はい、失礼します。今日はこういう仕事でお呼ばれしましたので。いいんでしょうかこれ。いいんでしょうか。いいですよ。自己紹介ね。あ、じゃあ。ヒデさんね。クロスポイント吉祥寺所属の、J ネットワークスーパーバンタム級王者秀丸選手です。今度からテキーラ秀丸っていう名前にしませんかね。それ面白くない。まあ、飲もう飲もう。はいはい、はい、しました。まあ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 今日割らないですか。もう、いや、ヒデと言ったらテキーラだからね本当に。え、今日これ今日 割らないですか。ちょ、まあ世界の日向さんなんで、あ、ごめんね。あ、これあのガチテキーラですからね。はい、現役ですねこれ。さあ、クエルボです。じゃあ、じゃあ乾杯の温度を。俺っすか、お願いします。じゃあレベル3にとりあえず一杯乾杯しましょう。乾杯。乾杯。あ、うん、闘魂注入されたな。ここから本番が、うん、本番スタートですか。本番スタートです、うん、そう、残り15分でね、うん、本番スタート。飛ばしていきましょうか。秀丸さんに質問なんですけども。はい、日向勝巻さんから。日向さんは、爽やかそうに見えて腹黒いと思われますが実際どういう感じなんでしょうかという質問が。あ、実際のところですね、やっぱり、まあ、もう一杯飲ませてみれば分かると思うんですけど、あの、いつも逃げるんです、大事なところで。すみません、あの、あ、ちょ、一つだけいいですか、あの、レッドブルもらえませんか。らしいですけど。ないよ。じゃあ、あの、コーラでもいいです。ジンジャーエールでもいい。何かで割ろうとしてるのか。世界の日向さんは、ええ、ストレートだね。まあ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 、まあ、2人で行きましょうか。じゃあ2人でいいですけど。全然おこあの、こういうことなんです。腹黒いって言って。違う、これがあのクロスポイント流の飲み方ですよね。いやお次します。いや嬉しいな、こうやって飲めて。俺もか、バカ野郎。嬉しいな、なんか これが腹黒いってことだよね。さりげない、さりげなくね。いや、なんか僕って今多分この3人の中で一番年下なんですけど、すごいちょっと可愛がってもらって嬉しいっす。可愛がりですか。可愛がりですかね。じゃあ2回目の乾杯。可愛い、早いです。ああ。じゃあね、ちょっとトークの方をね。どうでしょうか。今日僕この間の試合終わってから3回目の飲みなんですけど、うん、まあそういうことは多分誰もあの求めてない。求めてない。時間がそう、あと10分求めてない。あのでもちょっと今ちょっとクラッと来ちゃいましたね。じゃあ、秀丸さんの、はいはい、今回の、はい、今板倉さんには聞いたんですけど、ヒデさんのレベルスの見どころ、今回のカード、はいはいはい、ぜひちょっと軽くでいいんで、さっき深く説明したんで、はい、あれ、まあちょっと まあ同じ系列の先輩方は置いといて、僕がちょっと気になってるのは、第1試合目に出る、あの試合なんですけど、第1試合目の試合なんですが、新日本キックの選手が、はい、カズナラ選手、まあ実際見たことはないんですけど、まあ今回新日本キックがレベルスに、まあ2回目ですか、緑川選手、そうですね、そうですね、まあ今度は
まあもう、あ、じゃあ3回目です。3回目です。3回目です。伊原道場の選手が出るのは初めてですよね。初めて。あ、松本君何回も出てるから5回目。あ、そうです。そうです。失礼しました。まあでもどんどんこうやって伊原道場から、伊原道場というか新日本ボクシング協会から出てくれることで、僕も少しやりたい選手が協会の方にいますので、まず前回1月ですか12月だったっけな、僕が一応やった宮本選手と試合した、シロ選手、彼もすごいいい選手と聞いていますので、まあレベルスのリングでもこう協会の選手もやれたらなと思います。か思います。あとすごいタイムリーな話題なんですけど、はい、最近55キロトーナメント、はいはい、優勝賞金200万円はい、あのシンハービールの、はい、あもう階級といえばバッチリな階級なんですけど、ヒデさん、しかも日本人限定出場ということでどうですか。もちろんこちら、これはオファーがあればぜひ、オファーがあれば200万。そしてあの優勝者には365本シンハービールが、おそれはちょっとテキーラに変えてもらいたいなっていうのもあるんですが、でもスポンサーがねさ、やっぱシンハービールだ、まあ、まあそこは我慢しておいて、うんうん、じゃあ僕から提案なんですけど、はい、その55キロトーナメントに向けて一杯お願いします。まあまあ言われたら世界のライジングさん言われたらしょうがないです。まあ世界のね平田さんですから、ええ、まああの後で100倍返しですね。これ終わったらね、はい、いやもう今日怖いんだよな。でヒデさん、もしも200万円入ったら賞金は何に使いますか。はい、もちろんこれは後輩を可愛がるためにテキーラですよね。で基本的にあ、板倉選手はもしも賞金が入ったら、それもやっぱひなさんにテキーラいっぱい飲ましてやるじゃな。なんか、まあ、僕すごい今お二人に可愛がられてすごく嬉しいんですけど、僕すごい嫌な思い出、あんまいい思い出ない思い出言っていいですか。僕クロスポイントで飲むときって基本的にウーロンハイとか飲みたいタイプなんですけど、ずっとテキーラなんですよ。でもう記憶がなくなって上の駐車場のところでこうやって倒れてたんですけど、倒れてもうこうやって気を失いかけてるのにヒデさんにテキーラをまた飲まされるという、え、滑ってる。なんかもうなんか怖いなと。いつも基本的にこれ1本で足んないですもんね。まあまあまあ多い時は4本、5本と。まあまあまあちょっと僕すごいちょっと悔しいんですけど、今日ちょっと言っていいですか。テキーラといえば山口代表もテキーラじゃないですか。おっ、あれちょっと腹黒さが出てきた。腹黒いですね。なんか見てもらえれば分かる通り、なんだろう、すぐなんか振りたがるねえ、こうあれどんどん小さくなってきましたね。なんかね、大丈夫ですか。大丈夫です。なんか酔っ払ってる。ちょっとちょっともう今だいぶ言いに来てますね。まあまあまあ世界のね。いや小宮選手と森谷選手と日向君の仲はと。仲は、いやもう全然、どうなんですかその小宮選手森谷選手。いや全然もう僕森谷さんと全然仲いいです。本当に森谷さんと仲いい、はい、小宮さんとは、いや全然僕挨拶とか普通に世間話はあんまできないですけど。できない。できない。挨拶とか世間話できない。挨拶はできるんですけど、世間話みたいな、今日なんかありましたとかそういう話はあんまりしたことはあんまないですけど、なんかちょっとなんかこう、何なんていうのかな、なんかちょっと怖いっていうか。怖い。じゃあひさん、これ俺行かなきゃいけないですか。おお、この生放送きついな。これあれなんじゃないですか、僕の中でなんですけど、すごい神回になってるんじゃないですか。もうすごいなんか楽しいみたいな。
なってない神会じゃなくて飲み会になってると。あーすいません、じゃあいただきます。どうぞどうぞ。いただきます。何それ美味しい。コメントっすか。さて美味しいです。じゃあヒデさんが来たんで質問です。はい、まあ、さっき板倉さんにも質問したんですけど、今一番注目してる若手選手、戦いたい選手とかいますか？団体間問わず同じ階級で。同じ、あ、戦いたい選手。はい、戦いたい選手、あ、います。お、ぜひよかったら名前を言ってもらえると。さっきも言いましたけど、まあ新日本キックボクシング協会の選手で、シロー選手、あと江畑瑠衣。お彼はやっぱり強いですよね。強いし、まあ日本でも知名度がありますんで、ぜひやりたいなと、まあ、ずっと思ってるんですけどね。まあレベレスのリングでそれが実現したら一番最高かなと僕は思ってるんですけど、まあトーナメントに出てくれたら一番いいですね。200万円トーナメントに。まあレベレスがいいかな僕は。なるほど。レベレスでなんか盛り上げてやりたいかなと。トーナメントはトーナメントで、トーナメント、いいっす。あと5分とか、もう今、もうちょっと今、いや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 、あと5分で1本あげてって言われたんですけど、もう基本的にちょっと言いたいことがあるんですけど、今日今僕今ベロンベロンに近いです。基本的に3人にとってレベルスとは、まずじゃあヒデさんからいきましょうか。僕にとってのレベルスはやっぱり、まあその視聴者の方がレベルスの意味を、レベルスっていうこの語源の意味を分かるか、知らないですが、まあ反逆者、そういう意味を持ってるんですよ。まあ僕もキックボクシングプロの世界で入ってきたんですけど、いい具合にこう上に立ち進んだわけではないんで、こう反骨心を持ってやってきたところがあるんで、本当にそういう部分ではどの団体にも負けたくないっていう、そういう気持ちをレベルスでどんどん体現していきたいなと思ってます。じゃあ次は板倉さんにとってのレベルスとは。そうですね、まあ簡潔に、俺の闘魂を最高に熱く燃やせる最高に熱い舞台、ありがとう。なんかいいっすね、キャラがあると。まあ僕にとってレベルスっていうのは普通じゃない、普通でいいっすか、普通でいいっすか、普通でいいっすか、やっぱいろんな団体があると思うんですよ。でも僕いろんな団体があっていいと思うんですけど、レベルスに出れば、なんていうんですか、夢を叶えられたらいいなっていう。例えば今10代の選手とかがレベルスに出てチャンピオンになったら自分の夢を叶えられるとか、そういう団体になったらいいなと思います。だから僕はレベルスの王者のままグローリーに挑戦して、グローリーで目標を達成したいなっていう。もうそうなったらもう僕は引退しますから、もうグローリーでトップを取りたいなと思います。レベルスからね、レベルスでチャンピオンになったら世界のトップになれるっていうことを僕は証明できたらいいかなと思います。じゃあ3人で何ちょっと決起集会ということで。あ、そうですか。3人でちょっと今後のレベルスに乾杯しましょう。しょうがないですね。ね板倉さん、はい。じゃあやっぱちょっとね、元気を発信してたんですよ今ね。ちょっと今電波を
通してですね、この元気を皆さんにこう発信して、それを受け取ってもらいたいなと。もうちょっと今軽い吐き気を催してるんですけど。あ、本当ですか。大丈夫ですか。じゃあ3人で今後のレベルスに乾杯。乾杯。レベルス万歳。レベルス万歳。レベルスありがとう。あの山口代表から指名の挨拶があります、はい、ありがとう視聴者の皆さんありがとう。やばいやばい、気持ち悪い。なんかグダグダになってしまってすいません、これも全て日向の不徳の致すところであり、私の監督不行き届けであります、もうちょっと期待させてから、司会を任せようかと思います。ですね、ちょっとちょっとグダグダのね内容からまたちょっと真面目な発表になりますけれども、3月16日、レベルス25、AKA イノベーションズデイ、のメインイベントの発表させていただきたいと思います。メインイベントはツイッターでも告知しましたけれども、日向がメインとなります。そしてですね、この試合は日向の、レベルス70キロ級、タイトルマッチ防衛戦、初防衛戦となります。この防衛戦を、に挑む、挑戦者を、この場を借りて発表したいと思います。挑戦者、はですね、この前、森谷選手を破りました北斗健太郎選手。この試合、僕は、森谷選手が 6-4 ぐらいで勝つかなと思ってたんですけれども、北斗選手が非常に高いモチベーションと、フィジカルを生かした攻撃力、森谷選手から見事ダウンを取って、素晴らしい内容で、森谷選手に勝利を収めました。日向の防衛戦がですね、去年の4月、やってから1年、4月で1年を迎えるんですけれども、防衛期限が1年迫ってまして、やっぱり北斗選手しかこの場はいないだろうと、思いまして、北斗選手非常に、オファーしましたところ、高いモチベーションで、やると即答していただきました。非常に僕は北斗選手のことを認めてまして、非常にね、これから日向もやらなきゃいけない外国人の相手と遜色ないフィジカルだと思うんですよね。そういう意味で北斗選手が勝つのか、それとも日向がそこをクリアしてグローリーや世界の場所、そして、夏にちょっと、日向にはビッグマッチを予定してますけど、まだ発表できませんが、その相手を迎えるにあたって北斗選手は、クリアしなければいけない相手だと思うので、ここで組まさせていただきました。3月16日のメインイベント、レベルス70キロ級タイトルマッチ、防衛戦、北斗健太郎選手対日向、皆さんご期待ください。今日は、ちょっと内容がね、前回の鉢巻選手に比べまして非常にグダグダで、僕も本来出るつもりはなくてこんな格好なんですけれども、今日はこれで締めさせていただきます。皆様ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。